これ最終エピソードだけなぜかボイスついてるんだよね。あ、拍手してる。私も拍手しとく。拍手してるのとついでに汗の塩素という塩素をすべて取りました。映えるものがいっぱい取れそう。お、ドスケベクローバーのつむじとろ。賑やかな日になりそうだ。確かに、いつも賑やかだけどね、ドスケベクローバーは。特に夜行性だから。どいつもこいつも浮かれやがって。レオキン TV だ。あ、レオナは今年も留年です。いい意味で。今日は楽しんだもの勝ちね。確かにね、楽しんだもの勝ち。ハメは外しすぎないようにね。刻まれた歴史を祝う日。ボーテ、ボーテ工場長来た。西暦ボーテ。面倒だけどお祝いしますか。西暦ボーテ1年、西暦ボーテ2年。ボッチザイディア。胸の回路が熱いや。あー、恋じゃない。どんなパーティーか楽しみだ。マリーちゃん楽しんで。角温まってる。今日は心ゆくまで騒ごうぞ。リリア、やっぱバネロペに見えるな。リリア少し。ふなー、会場がキラキラしてるんだぞ。確かにパンパンしてるよね。いや、パンパンしてるはまずいな。まあ、昼の時間だからパンパンって言ってもいいか。ハッピーアニバーサリー。ラブホガイじゃないし。ハッピーアニバーサリー。ヒュー。お3年生がぼちぼち集まってる。みんなワンマンプレイしてるね。マレーちゃんグラス持ってルネッサンスしてるじゃん。マレウス53世楽しんでいるよ。あ、いい声。あれ、待って、レオキン TV の周りにリリアとケオン部が集まってる。嘘、笑顔だよみんな。 D の血を持っていたのかも。ドスケベクローバーとるボーテ工場長が遊んでる。トレビアン、トレビアン。え、ケイト、そのさ、自撮り棒使って大谷翔平の送りバントの真似してよ。模倣してくれない？できるでしょ。あ、おどろお。みんなグラス持って。え、去年なんてカリムさん走り回ってたけど、そういう人はいないんだ。レオキン TV やると思ったんだけどな。あ、ぼっちザイディアしてるし。何飲んでるのそれ。ダンゴムシ。でも私思ったんだけどさ、2周年のリズミック、みんな飲み食いしてる中でカリムだけしてなかったじゃん。あれってさ、やっぱ毒味とか関係してんのかなと思ったね。ちょっと切なくなっちゃった。去年花火ブンブン回してたよ。もう少し不運じゃないよ。中村アンのかき分けスタイルやってほしい。誰かロン毛の人。おお、3年生仲良しに見える。これが詐欺広告ってやつ。おやすみ。はい、終わった。3年生ね、ちょっとさ、私が知らない3年生を見れた気がする。いや、てか私が知らない3年生なのかもしれない。じゃあしっかりボイス聞いていこう。もう帰っていい。なんか BGM 下げれるらしいからね。聞きやすい。あ、ちなみにね、マレチャンドラコニア、マレウスの情報なんだけど、マレウスのさ、最後の S って英語で複数形なんだよね。つまりマレウスって呼ぶときは複数でマレウスがいるときだけそういう呼び方するの。つまりさ、単数で呼ぶときはどう呼ぶかっていうと、ね、マレウなんだよね。本来の名前はマレウドラコニア。いいで、複数になるとマレウスドラコニアってなるんだよ。これ豆情報ね。だからこれからさ、マレちゃんドラコニアがたくさんいるときはマレウスで、一人しかいないときはマレウって呼ばなきゃいけないね。一緒に楽しみましょう。おめでとう。みんなある程度距離取ってる。あ、でもマスクは解禁されたんだ、この世界でも。踊ろうよ。よかったよかった。楽しんだぞ。楽しんでいるようだな。マレちゃんとリリアだけ全然合併しないんだけど。なぜ？一緒に写真撮ろうよ。ちょっと決まるのかな。ハッピーアニバーサリー。かわいい。大道芸人に見える。